大審院は明治憲法下の日本において設置されていた司法裁判所の中における最上級審の裁判所である1875年に大上官布告59号により設置され1890年の裁判所構成法において最上級審の裁判所と規定された民事、刑事の各部があり5人の裁判官の合議体で審理裁判を行った 事件によっては、両部の連合部で判決を行った、アメリカの占領軍による1947年裁判所法の施行に伴って廃止された、1875年の大上官、布告59号に基づき設置、1890年の裁判所構成法により、通常の司法裁判所の中の最上級審としての立場が確立された、フランスの破棄院をモデルとして設置され、 主に民事、刑事の就審として、特別裁判所及び行政裁判所の管轄に属しない事項について裁判を行った。現在の最高裁判所に相当し、大審委員長は最高裁判所長官に相当する。大審院は、就審として上告及び控訴院員などがした決定、命令に関する広告を受け、また、第一新活就審として、刑法の公室に対する、 罪、内乱に関する罪、皇族の犯した罪にして、禁錮以上の刑に処すべきものの余診及び裁判を行うものと規定された。大審院の重要な判例は、1921年までのものについては、大審院判決録に、1922年以後のものは、大審院判例集に収録され交換されている。大臣院庁舎は、繊細で外壁を残して消失。 太平洋戦争後、屋根を除き復元され、1949年から1974年まで最高裁判所庁舎として使われた。現在、跡地には東京高等裁判所がある。初代大審院庁舎大審院には、若干の民事部、刑事部が置かれ、各部は5人の判事の合議体によって構成され、裁判が行われた。大審院が、 従前の大審院の法令解釈を変更しようとする場合は、事件の性質に従い、民事の総部もしくは、刑事の総部を連合し、または民事及び、刑事の総部を連合して、合議体を作り、裁判を行った。この合議体のことを、連合部といい、各お々のおのその連合した部の名称をとり、民事連合部、刑事連合部、民警連合部といった。 二代目大審院庁舎の大審院、法廷大審院についての規則は、現在の最高裁判所に変更して適用するとされ、ある事件の判決に含まれた判断について、最高裁判所の判例がなく、大審院の判例に相反するときには、民事訴訟法では上告受理の申し立て、許可広告の対象となり、刑事訴訟法では上告申し立て理由となると同時に、 変更されていない大審院の判決は現在においても判例とされる。大審院が裁判の独立に果たした役割、努力は歴史上無視できないが、制度上の位置づけは最高裁判所に比べ低かった。最高裁判所は日本国憲法により、司法行政監督権、規則制定権、意見立法審査権などの権限を与えられているが、 大審院にはこれらの権限がなかった。司法行政権は司法大臣に属しており、大審院は下級裁判所に対して司法行政上の監督権を持たなかった。大審院長は新任官であるが、国務大臣より低い位置づけであり、大審院判事は最高裁判所裁判官のような権威のある存在ではなかった。部長判事は一般官庁の時間並み、一般判事は 局長内市課長並みの宝級であった。最高裁裁判官は、放送会で名を挙げた高齢者が任命されるが、大審院判事は、総年の働き盛りの者が任命されやすかったと、される。ただし、退任後に、貴族院直選議員から数密委員や、内閣総理大臣の職を得た、平沼喜一郎のように、新任であったことを利用して、後に権力を拡大した例もある。 現在の最高裁判所裁判官は15名だが、大審院判事は1919 19年から1941年までが47人、1942年には37人、1946年には31人だった。なお、最高裁判所裁判官は定員が極端に少ないため、最高裁判所裁判官の職務を補佐する役職として39名の、 最高裁判所調査官が存在している。ありがとうございます。